日本関東地方神奈川県川崎市川崎区殿町。殿町は神奈川県川崎市川崎区の町名である。住居表示が実施され、現行行政地名は殿町1丁目から殿町3丁目。面積は170万2238.8平方メートル。郵便番号は2100821。 川崎区の北東部、玉川右岸の川口近くに位置する。北を玉川、南を国道409号に挟まれた東西に長い、町域を持ち、西が1丁目、東が3丁目となる。1丁目の生誕は、産業道路及び、首都高速神奈川1号横羽線に接し、首都高速の大志本線料金所及び、大志パーキングエリアの施設が、町内に位置する。 1.2丁目は、住宅と商店、町工場が混在した地域で、国道沿いには飲食店も立地する。1丁目の国道沿いには1949年創立の川崎市立との町小学校、産業道路と国道が交差する大使、河原の交差点角には、ラウンド1、川崎大使店がある。3丁目は1938年創業開始の、 石鈴自動車川崎工場が面積の大半を占めていたが、2004年までに藤沢工場と栃木工場に生産を移管。東側はヨドバシカメラに売却され、2005年にアッセンブリーセンターが開業した。西側は都市再生機構に売却。2010年より土地区画整理事業が開始し、2011年に実験動物中央研究所、2014年に ジョンソンジョンソン東京サイエンスセンター2017年に国立医薬品食品衛生研究所を呼びペプチドリームが進出するなどライフサイエンス部門の研究拠点として整備が進められているこのエリアは2011年にキングスカイフロントと命名された東端の三愛石 ULP ガスターミナル跡地には ANA と野町ビジネスセンターを呼び ケータリングセンターが開設された。三丁目の東端は玉運河に接し、対岸の浮島町との間には浮島橋がかかる。面積は以下の通りである。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。1.2丁目は京急大四川大四橋駅と、 小島新電駅が最寄りとなる。国道409号沿いに神奈川臨海鉄道を浮き島線2.3丁目境の地下を南北に東海道貨物線が通っているが、いずれも貨物専用であり旅客駅はない。町の北西端に多摩川を渡り東京都大田区羽田とを結ぶ産業道路の大主橋及び首都高速横羽線の高速大主橋がかかる。 川崎駅、大市橋駅からは、キングスカイフロントや浮島橋、浮島バスターミナル方面への川崎鶴見、臨港バスが町内を通り運行しているほか、横浜市ケアターミナルから国道409号の小島町、県営埋立地入口、大市河原の殿町小学校前を経由して、江川一目への京浜急行バス及び臨港バスによる高速バスが運行されている。これは、 横浜から、京浜工業地帯への通勤を目的としたもので、朝の江川一丁目駅と夕方の横浜駅のみ、運行、日曜、祝日は運休となる。町の南端を東西に貫く国道409号の上部には二層高架構造で、首都高速神奈川6号川崎線が通り、首都高速湾岸線浮島ジャンクション方面への、都の町出入り口が設けられている。 殿町三丁目と多摩川を挟んだ対岸の東京都大田区の東京国際空港の間には長さ600メートルの橋を含む840メートルの都市計画道路、羽田連絡道路が2017年に事業着手した。1965年に川崎市大市河原野から分かれて当初1.2丁目、1967年には1から3丁目が設けられた。 1969年には、鈴木神殿、羽田、大志河原の、羽田両市長の各一部を編入した。2002年には、川崎との町、大志河原の地域が、都市再生緊急整備地域に指定され、工場跡地の再開発が進められた。ありがとうございます。